名鉄区2180系電車は、名古屋鉄道が1943年に導入した電車である。落成当初は、直流五5 0 0 v 電化の路線区にて運用される、間接自動制御の AL 車に属する制御車であったが、高年度 600V 電化の路線区にて運用される、間接非自動制御の HL 車に属する制御車へ改造された。 太平洋戦争の激化に伴う戦時体制への移行によって沿線に軍事関連施設を多く抱えた名鉄においては輸送量の増大に対応すべく車両増備の必要に迫られていた。しかしその一方で鉄道車両の製造に必要な資材が軍需的要素の高いものへ優先的に充当された影響から民間向け資材は著しく不足を生じていた。 加えて従来名鉄における鉄道車両の発注を独占的に受注していた日本車両製造が軍事関連の受注に追われたことから名鉄向けの車両製造を行う余裕がなかったため同時期に西部専用の制御車として製造が計画された区2080型はやむなく名鉄自社工場において木造の蘇生車体を申請予備品の台車と組み合わせて落成するに至っていた そのような情勢下において、区2180型は区2080型を設計の基本に車体長を延長した木造車体を備える東部専用の制御車として計画され、1942年2月2日付で2両の設計認可を同年5月12日付認可で5両分の増備認可をそれぞれ得て計7両の導入計画が立てられた。その後、 同数法の木造車体と反抗性車体を比較した場合、前車は事実上普通校で構成される大枠のみで、構え体強度を確保することから、大枠を極めて頑丈な設計とせざるを得ないため、鋼材の節約にはつながらず、また後者は構え体強度の点で有利であるのみならず、構え体全体で強度を確保できるため前車と比較して、大枠部分の鋼材が節約でき、 さらに構え体全体の鋼材使用量も全車と比較して約0.2トンの増加に止まることを理由として翌1943年5月5日付で構え体を木造から半構成に変更する設計変更認可を得た同年7月3日付で軽護量の製造が認可され同年10月に日本鉄道自動車工業において 国2 1 8 0系2181.2182の2両が落成した。国2 1 8 3区2185の記号番号が予定されていた残る3両については前述した1943年7月3日付の増加認可申請において、気に制作者、との契約を締結松室社両統制会の内諾を得目化製造工程相当進捗と、 説明されていたものの、電車は結局落成せず、本形式は2両のみの導入に止まった。構えから出し用部を普通構成とした、車体長16000ミ、mm、リメートル、車体幅2700ミ、mm、リメートルの半構成車体を備える。ただし台枠については、廃車発生品あるいは、日本鉄道自動車工業の手持ちフル台枠を流用したとされ、 後に編成を蘇生したも830型と比較すると車体長が1500ミ、mm、リメートル短く、また側面の車体裾部が若干切り上げられ、台枠が外部に露出した構造である点も異なる。前後つま面は、扁平な平妻形状とし、前後いずれも貫通路、貫通扉のない非貫通構造とされ、740ミ、mm、リメートル幅の前面窓を3枚均等配置した。 乗務員室は一方のつま面にのみ設けた型運転台構造で、運転台は乗務員スペースに相当する箇所の内車体幅方向に全体の1、3のみ仕切り壁を設けた半室構造である。側面には側面には500ミリメートル幅の乗務員、扉1120ミ、mm、リメートル幅の片開け客用扉800ミリメートル幅の二段式の側窓をそれぞれ廃止。 側面窓配置は D2D8D3 である。車内座席はロングシート仕様で混雑対策として、客用扉間の8枚の側窓のうち、客用扉脇の各1枚分に相当する箇所には、座席を設けず立席スペースとし、1両あたりの車両定員は140人である。台車は日本鉄道自動車工業製の NT31、釣り合い両式台車を装着する。 前日の通り、本形式はも830型と編成を蘇生して運用され、1955年には前後つま面の貫通構造化改造が施行された。運転台、側つま面には 648mm 幅の貫通路及び貫通扉が連結面側つま面には 700mm 幅の貫通路がそれぞれ追設され、ホロワクも新設された。その後、 1965年にも830型が850系の中間電動車に転用され、編成相手を失った本形式は、翌1966年に、河川電圧 1500V 路線区用の制御車から同、600V 路線区用の制御車に改造された。その際、高圧対応改造及び、河川電圧 600V 路線区に在籍する電動車、 各形式との並結対応改造のほか、客用扉下部に内蔵系の乗降ステップが新設され、客用扉下部から、戸袋装下部にかけての車体裾部が、大枠下端部まで引き下げられた。また、台車を廃車発生品のブリル 27MCB-1 台車へ換装し、従来装着した NT31 台車は3780系の制御車。 区2780系2784.2785の申請に際して転用された。転属後は、電空単位スイッチ式関節非自動制御仕様の制御車として、区2181はも760系766と、区2182はも750系752とそれぞれ編成を蘇生し、伊比線及および谷組線において運用された。 また、後年、客用扉下部の内蔵ステップ高さの切り上げが施行され、客用扉下部から、戸袋装下部にかけての車体裾部の引き下げ幅が、ごくわずかとなったほか、国1181については、全面窓枠のアルミサッシュ化も施行された。1970年代以降、瀬戸線の車両体質改善に伴って捻出された。 電動化無軸式関節自動制御仕様のも700型も750系、千2320系の転属による、エビセン系等に在籍する、HL 制御仕様の従来車の淘汰が進められた。HL 制御仕様の本形式もまた代替対象となり、1973年11月にも752が、制御装置を換装し、L 制御仕様に改造された。 ことに伴って、編成相手を失った区2182が、同年12月25日付で除籍された。残存した区2181についても、1978年3月19日に、実施された、瀬戸線の河川電圧 1500V 昇圧に伴う、従来瀬戸線に在籍した、前景各形式のイビ線系統への転属によって、余剰となり、 編成を蘇生したも766と共に、同年10月3日付で除籍された。国百1 8 1の廃車をもって、本形式は形式消滅した。なお、国百1 8 2は、廃車後車体のみが損置され、岐阜県尺の裏手において1988年頃まで倉庫代用として用いられた。ありがとうございます。